を気に入ってるんですか。いや違います、ドライフードも、ドライフード感覚もあるんですが、はい、そうですね、うん、で、洗いのせ細かいのができるので、あの茶こしでこします。で、そうすると粉で何グラムにも何グラムか測ってもらって、それも水分です。いつも食べる量、はい、いつもはね、50g と55と40だけど、ちょっとまあ今朝少し食べてきてるから40で作ってもらいますね、40g で。これ元は何だっけ、アイディエローホタル。これ揚げても大丈夫って言ってるので、うん、それ少しの量を減らすためにそれを混ぜると量が減るんですよ。消化されて食べるのが消化酵素、あの十人食が出てくる消化酵素をちょっと前もって入れて量がちょっと減ってくれる。今あの可能性量あるんですけど、それを入れてもらって、で、何ですそれ、お湯かお水で、お湯の方がかけるかな、ぬるま湯、そうですね、まあこれでも今ちょっと熱いですけど、でも混ぜてるともうあの冷たくなってくるので、で、これまだ硬いんですけど、でまたお湯かお水かで調節してもらって、そうすると多分 40g だと大体90cc ぐらいになるんですね、この水分で。なのであのけどそうならないために少しだけ消化酵素を入れて、少しだけ少なくなって、この水分が量が、そうなんです、少し出るので、でも消化酵素なしでもいいよ、もう入れちゃった。入れちゃった。今一応あのまだお湯足りないので、やっぱ足したら、でもお湯入れすぎ、お湯とかお水とか入れすぎちゃうと、逆にその消化酵素が効きすぎてぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。だから本当に何て言うんだろう、軽減してあげないといけないんですけど。お家で作るときは、もう、消化酵素を出さないといけないので、まあ、だから、ドライフードが1で、お湯が2ぐらいかな。うん、あ、カメラ回してよ、すぐ作っといて、作っといて、ちょっとじゃあもう終わります。なんか粘土系の柔らかさが一番かぶれる、はい、で、またこれでお湯足しちゃうとぐちゃぐちゃってなるので、けど、この先の食感コースを入れてあげると、
って、流動パラフィンっていうのがあるんですけど、それをここのクルーズの時に塗ってもらって、でそれをこんな感じで押し込んでもらって、そうすると、こういう風に使いすぎると。なので、今の作り塗ったやつをつけてもらうと、全然違うので、滑りやすくなる。冷蔵から冷蔵。何で、お母さんちょっと我慢してるの。それは、これがあれば、これ、中に使えます。中に使えます。けど、パクちゃん噛むとこはないんですけど、シリンジを噛んじゃう方だったりとかいるんですよね。なので、まあ、改札。うん、で、1本買って、から行ったはず。これはまあ何とか使ってもらうんですけど。